世界陸連室内ツアーゴールドのニューバランス室内グランプリが米国ボストンで開かれた。ビルローズゲームズ60メートルにサニブラウンがエントリー。デグラス、コールマンらも出場予定。女子1500メートルに出場した田中希実、ニューバランスは4分8秒46をマークして9位。惜しくも入賞は逃したが、昨年のこの大会で出した4分9秒90の室内日本記録を更新した。激しいレースとなる中、田中は中盤5番手あたりにポジションを取るなど積極的な走りを見せた。優勝は G、ツェガイ、エチオピアで3分58秒11だった。田中は1500メートルで3分59秒19。5000メートルで14分29秒18の日本記録を持つ。1500メートルでは東京五輪8位、オレゴン、ブダペストと世界選手権に出場してブダペストでは準決勝に進出した。男子60メートルにはサニブラウン・アブデル・ハキーム、トーレが出場。予選を6秒60の3着で通過すると、決勝も同じタイムを揃えて6位だった。予選は昨年世界選手権100メートルと200メートル2冠のノア・ライルズ、米国、と並び、スタート直後は前に飛び出したサニブラウン。決勝もライルズや、フレッド・カーリー、米国、らに懸命に食らいついた。ライルズが今季世界最高の6秒44で優勝。A、ブレイク、ジャマイカ、が6秒45で続く。オレゴン世界選手権100メートル金のカーリーは6秒55の4位だった。サニブラウンは昨年のブダペスト世界選手権100メートルで2大会連続のファイナルに進出して6位。60メートルは2019年以来で6秒54の全室内日本記録を作っていた。2月11日に行われるは室内ツアーゴールド第6戦のミルローズゲームズ。米国、ニューヨークにもエントリーしている。